さあいよいよ序幕の時間がやってまいりました。皆様お待ちかねゴジラの登場です。おや、ゴジラが接近してきたようです。おそらく日本で初めてゴジライベントがここで行われて、でそれがまたそこから69年経って70周年にまたゴジラのイベントをやってもらうというのは非常に運命のようなものも感じますし、すごくふさわしい場所にゴジラが来ているというふうに感じまして、展示とか見ててもらったんですけど、すごく面白くて、あ、本当ゴジラとミライタワーは一緒に歩いてきたんだなっていう感じを受ける展示になってるんで、ぜひ皆さんもその展示も見ていただいて、ゴジラと中部電力未来タワーっていうものを立体的に感じていただいて楽しんでいただけるといいんじゃないかなというふうに思います。ありがとうございます。